はい、というわけでハルパパでございます。今日もね、小屋行でやっていこうと思うんですけども、今日なんですけれども、ガチャ、昨日ね出たガチャなんですけど、なんかね、マテキのこの豪華限定版みたいな天下無双ってやつが追加されただけかなと思ってたんですけど、どうやらね M16 のな、これな、雲っていうのかな、これはね追加されてるらしいよ。まあ、あとはね、まあ、この辺のなんだこれ、ジャックとこれ雲、この人の銃なのかな、わかんないけど、まあこの2種類がね追加されたということで、早速ね、まあ、引いていきたい。で、今回に関してはこの流星のノーマルバージョンと M16 を狙ってちょっと引いていこうかなと思います。まあ銃はね、こう見る限り比較的ね当たりやすいのかなとは思うんだけど、だからいかんせんなんか今回3周年ガチャかなりね闇ガチャってことで、今回用意させていただいたのはこちら、2万3000金券ぐらいですね、だいたい4万円。はい、もうこれでガツンといっちゃおうと思います。よし、早速いきましょうか。車の確率、あ、新しいマテキはもうどうでもいいから 0.025 ね。うわー、だいぶ低いな。3周年カラーはもういらないんで、どうせね、これ3周年終わっちゃうから、イベントがね終わっちゃうからいらないんで、もうこれだけですね。で、あとは M16 が出ればとりあえず俺は勝ち。 M16 とにかく。もう最近なんかさ、狙ったアイテム全然出てない気がするんだけど、本当になんかどんどん嫌味さを増してるよね。いきます、ポン、お願い。180ぐらいできるのか、ペイ、ポン。おお、なるほどなるほど、まあ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 、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、これはね割といいよね。はい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 、まあ20連目でウルトラレアってことは神引きの予感しちゃうよね。バン。いきます、お願いします、頼む、もうこれで終わりたい。まあ、4万円用意したけど、実際使うのは当たるまでなんで、 M16 当たれば終わりです。車はもういい、車はもういい、 M16 来い、お願い。うー、なんかでもさ、なんか何十万かけても M16 出ないっていう報告も聞いてるからさ、怖い、もう怖さしかないよね、ガチャに対して。これ3周年だけなんかな、ジャックね。で、今回なんか衣装は出やすいよね、割とね、うん、金枠衣装はなんかすげえ出やすいイメージ。もうジャック2回、おっ、 M27 やん。あ、持ってるからね。いや、本来すごい嬉しいんだけど、持ってるから M16 なんよ今回。いきます、ペイ、お願い。まあでも割と金枠の確率はそんなに低くないかなと思うんだけど、どうなんだ、なんかさらっと終わりそうで怖いんだけど、あ、もう半分来てるわ。待って、もう半分来てんだけど、2分ぐらい回した、2分も回してないよね。頼むで、これ、これ何、これ、あ、これ出てんだ、ちょっと後でちょっとシェアしましょう。これいきます、ポン、頼む頼む。今多分4枚ぐらい金枠出てるから、まだこれから4枚以上は金枠が出る可能性もあるってことだよね。いきます、ペイ、お願い。いやー、渋くなってきた、渋くなってきた。あと100連できないから、あと90連ぐらいでしょ。じゃ、頼むて、えぐいて、えぐ、ちょっと待って、え、ジャック3体目なんだけど、さすがにもういいだろ、さすがにもういいだろ、頼む。あー、怖い、もうやだ、今日ね追い金できないんだよな、マジで、頼む。ああ、ジャック。ああ、なんだこれ、新しいやつやん、これ。あ、あれだ、あれだ、あれだ。揃った。コンプした、コンプ衣装は。使わないけどな。なんなら使わないけど。いや、これなんか、マジで衣装当たりやすいんだよな。銃がめっちゃ出てこないらしい、なんか新しいやつ。もう車好きいらないから、とりあえず銃をください。お願いします。ペイ。待って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 、一回待って、一回待って。うわ、あと30連や、気持ちをかけます。 M16 も来い。バン、頼む、来い、お願い。これ闇深すぎんだろ、マジで。お願いします、ラストラスト、お願いしますよ、ラストや。この10連で M16 当てる、来い。もうやだ。バン。ね、普通にさ、普通に4万円なくなったんだけど、普通に4万なくなったこの俺の気持ちどうすんの、これ。マジかよ、これ。7枚か、もうとりあえず全部カエルさんにシェアするか。 OK、 なんかもらいましたね。お、来た、10連分手に入りましたね。で、さらにガチャも回せんだよね。あ、単発も込みで10連回せる、行こう、頼む。いけるいけるいける、絶対いける絶対いける絶対いける、この10連で当てよう、この10連でお願い。いいよいいよ、スーパーレア、うん、流れはいい、流れはいい、流れはいいよ。いいよ、いいよ、いいよ。流星ジャック3周年イベントの、品物。オッケー。品物だ。品物って。バン。待って、来い。お願い。いやー、きついか。
あと3連頼む。じゃあこれほんとこの髪型よくみんな最近、いやひでえバンひでえ。俺さあのバカじゃないんで、私ねバカじゃないので、こういうものを見つけてしまったんですよ。大半しとるやないかいと、やっと気づいた。ちょっとね買ってくるわ。だいたい1万円ぐらいいいよね。お金しないって言って1万円さらっと入れるって、もうこれでラストっすね。これ以上はない。てかこの4万で何も出てねえんだけど。4万で衣装だけ、使わない衣装よ。しかもマジでえぐいんだけど。普通にさ、なんか公認だから文句言うなとかさ、なんかいろいろ愚痴言うなとかっていう考え方もあるかもしれないんだけど、自腹やからねこれ全部。ガチでえぐいんだけど。かとりあえず全部買っていきましょう。ガチでえぐいってこのゲーム。こんなさらっと5万円課金させるゲームだ。おお当たったやん。当たった。なんかいいことがありそうだ。でもこれ毎回当たんだけど、1から 20% じゃないのこれ。毎回なんか買うたび当たんだけど。なんなら 100% 当たってる気がするんだけど。まあいいや。宝。もうこれラストっすね。ほんとに。いや、まだまだ引ける。69連。69連ってだいぶだよ。だいぶだよ、実際。なにこれ。なんでこれ2つ分かれてんの。あ、第2弾はこっちなんだ。じゃあ第1弾から行きましょうか。全部行きます。あ、でもこれは M19、いや、ちゃう。M19 じゃねえよ。M16 入ってないんだ、こっちは。はい。ゴミ！やばない今の。じゃあこれ一発でいきますわ、これ。いや、M16 お願いします。M16、いきます。ポン。え、待って、ウルトラ来ないけど。え？やったー、最強スナイパー。というわけでね、一言言うならゴミ部ですね。新しい銃も何も出てないんだけど、これやらんといこう。さあ、というわけでやっていきましょう。どこ行こうかな、全然わからん。ていうかさ、5万円入れて何も出ないってやばない？全部かぶりってやばない？この怒りをね。お、誰もいなくね？これボット部屋？なんかさ、この、なんだ、遊園地マップ？荒野ランドか。荒野ランドってさ、なんかボット多い気がするんだけど。俺だけ？まあいいや。いや、マジなんかガチャやんなってきたな、なんかだんだん。出なさすぎてさ、そういうのないっすか？だって普通さ、スマホゲーってさ、なんか1万2万じゃないの？うわぁ、廃課金言うて1、2万じゃないの？ 3 万とかさ。もうどんだけ課金すんねん、3万も、みたいな。なんなん？ 5 万。やばくない？ PS5 買えるわって。本体買えちゃうから。やばいよね、普通にね。出なさすぎだよね。いや、ガチャだからね。まあ、運要素があるから、しゃあないなんて言われてますけど、なんか中にはさ、なんだ、16とか、その、M27 とか、今回来たやつ。なんか、90万入れましたとかさ、そういう人もいるわけじゃん。で、90万入れましたってやばない？普通に。じゃみんなね、よく考えてほしい。なんか、こうやって、なんか、廃課金の人多いじゃん。しかもなんか、それをさ、なんか、言うじゃないですか、皆さんね。俺は何十万出た、俺は何十万、俺は単発出たって人もいるけど、たまにはね。俺は何十万で出たなんてさ、言い合ってるじゃん。なんか、ツイッターとかでよく飛び交ってるじゃん、そういうワードがさ。だからね、絶対ね、みんなね、感覚おかしくなってるとこあると思うんだよね。5万って、やばいよ。まあ今俺入れたんだけどね。5万で出ないってやばいと思うよ。本当に排出率悪すぎる。でさ、なぜね、荒野がこんだけガチャ要素が強くて出ないか。なんせ出ないかっていうと、あれなんですよね。多分市場が日本にしかないからってのもあるかもしんないね。日本の市場だけで世界で何位のゲームなんでしょ、荒野って。で、日本人がそんだけ金使ってんの。金を無駄に注ぎ込んでんの。俺を筆頭に。アホかて。じゃ、せめてさ、お金出してる人たちに対して、満足度を与えてあげてほしいわけ。精鋭13ぐらい。精鋭13って100万、おっと？精鋭13ってさ、100万円課金しなきゃ精鋭13にならないんだけど、一つのゲーム、一つのアプリに対して、100万課金してるわけよ、その人たちって。まあね、もっと課金してる人いっぱいいるから、まあそこら辺ちょっと置いといて、まあ、100万ってもうほんとおかしいから、絶対もう。アプリに100万って。俺過去やってるゲームで、100万課金したって初めてよ、こんなゲーム。マジやばいよね。マジやばと？ガチナイス言うとる場合かって話だから、本当に。だから本当ね、あのなんだろうな、まあコンプリートとかね、まあ、もちろん狙った銃が出なくちゃね、なんかちょっと満足度がってかね、ちょっと思う面もあるんだけど、ちょっとね、その心鬼にした方がいいのかなと思って、最近出なくてもしゃあないと。その時は出るまでガチャ引くってさ、このゲーム本当アホだからね。90万まで出ない人いいんだよ。軽自動車買えるって本当にね。えおっと、ちょっと待って、なんだこれ絶対ボットだろこれ。絶対おかしいよね。5万がなんかすごく少額になんか感じてくるよね。ツイッター見てると。皆さんあれしましょう。
ツイッター見るのやめましょう。ツイッターやめて、荒野もやめましょう。そうすれば幸せが訪れる。リアルで充実できるから、そしたら。マジでね、ちょっとね、おかしいわと思ってさ。結構最近さ、GoTo トラベルとかさ、まあ GoTo イートとかよく言われてるじゃないですか。でね、僕なんかは GoTo トラベルをね、まあちょいちょい使ってるんですよ。なんですけど、例えばさ、そのさ、旅館とかのさ、スイートとか取って、まあ12、3万なの。二人でね。まあカエルさんと行って。もうなんかさ、そういうのさ、言ってるとさ、こう課金額がバカみたいだなと思ってさ、十何万がすげえ安く感じてくんだよ。あ、安いね、みたいな。安いね、みたいになってくるから、バカじゃん。そんな収入ないんだよ、俺なんか。そんなさ、月にさ、何百万払うわけじゃないから。バカじゃん、ほんとに。貯金できねえって。全部使ってんじゃねえのっていうぐらい使ってるからね。ちょっとね、ほんとにちょっとほどほどにしよう。おっと？ちょ、なんかいるな、なんかいる。ちょ、待って。お、なんだおい。ギリースーツ着やがって、いきがりやがって、おい。ギリースーツであそこ入ったら何か分かんなくなっちゃうじゃん、ちょっと。よいしょ。マジでちょっとね、課金に対して、改める必要性があんなと思って。月いくらまでとか決めた方がいいかもしんないね。やばいよね。今だって600万ぐらいいってんだよ、もう。600だよ。ガチでさ、まあ、トヨタかなんかの新車買えちゃうから、いいやつ。いいグレードのやつね。買えちゃうから、マジで。何しとんねんって話だから。その分ね、ガチャ引いてお金儲けしてるみたいななんかイメージあると思うんですけど、まあ、それもね、あながち嘘ではない。まあ、ガチャがね、お金稼ぎになる時もありましたわ。やればやるほどね、お金が貯まる時もありました。でも、今は違う。今こうやって、まあ基本的に落ち着いてきたゲームじゃないですか。再生数もね、軒並みだんだんみんな下がってきてる状況で、まあガチャ金額をね、そこまで捻出するパワーがなくなってきてる、どんどん。どこやねん、そんで。どこ行ったん？おい、芋虫どこ行った、芋虫。緑バージョンのムックどこ行きやがった、おい。いないんだけど。どこ逃げてったの？待って待って、シャカシャカポンつ、シャカシャカポン言うて。どこだ？どこだ？ん？こっち？おい、痛い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 、待って。落ち着け落ち着け落ち着け。シャカシャカポン言うて。待っとけよ。来てる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 。ファイヤー！オッケーオッケーオッケー。急なファイヤー。急にファイヤーって言うてね。ギリースーツもらっとこうか、これ。AWM ゲットじゃん、これ。美味しい。いやーね、だからそんでさ、ガチャのね、まあ、金額も、まあ、ちょいちょい考えつつやっていかないといいなと思いました。本当に今回。特に強く思った、今回は。なんかさ、まあ、せめてよ、3、4万ぐらいで出るようにしてほしい。これ多分もう少し経ったら、ガチャ回す人いなくなるよ、本当に。逆に本当マジで回収に来てる気がする。ネットイース。マジで。ガチで回収にしに来てる気がする。例えばさ、パチンコ屋理論と一緒だよね。出さない。絞る。絞り始めた。ていうか、マジでさ、M16 とか M27 って、確か 0.8 とかそのぐらいだよね、パーセントね。それでさ、確定ってなんだっけ？100の？あ、ちょい、痛い、びっくりした。痛いって何も当たってねえや。何にもノーダメだった。痛い、なんかいる、なんかジャンプしない？こいつ。あ、危ねえ。なあ、こいつ。え？めっちゃ連打してるけど。ここ、ギリースーツ、どこにいるかわかんないでしょ、これ。え、どこ？何の話だっけ？おっと？なんか、銃声聞こえる。行きましょう。スケボーめっちゃさ、操作性いいよね。あ、すげえ。これなんか、めっちゃ操作性いいんだけど。待て、嘘でしょ。ちょ、待て、落ち着け。どこ？上から見る方が早いと。いる。お、あ、目の前？嘘でしょ。ちょ、待て、こっちも、どうだ？じゃあ、一回、忙しいよ。もう忙しい。ちょ、待って。あれ、目の前のやつどこ行った？あれ？消えたんだが。いや、行こう。こういうやっぱ東京マップみたいなこういうマップってさ、食いに死ぬじゃないこれ。ほんと嫌だよね。あーっていう感じで死ぬじゃないですか。もうアンチも来るから行きましょうか。いやーでもほんとね、冴えない。なんかさ、ホカゲーとかのさ、排出率ほんと見習ってほしい。ね。そう、回収の話。ガチ回収しに来てるんじゃねえかと思うんだよね、最近。だいたいもう3周年でさ、荒野ももう頭打ちじゃないですか。ってなると、例えばさ、来年から多分よ、いろんな YouTuber さんとかも辞め始めると思うんですよ、荒野を。別ゲー行こうなんつってね。で、それをさ、運営さんも数字落ち来てだいたい分かってんじゃないのみたいな。分かってんじゃないのみたいなさ、別ゲー移行すんの。それでなんかもう回収に入ってんじゃないのみたいな。0.08% って、1000連引けば必ず出るってことでしょ。1000連っていくら？1000連っていうのが、おっと、目の前降りたな。1000連って1万2000金券？違う、12万金券か。待て。あ、いた。おった。はい、4つ。はい、雑魚2。はい、行きましょう。1000連で12万金券じゃん。で、24万円なんです。だから、まあ、それで 0.01% ね。90万円で出ないって、マジで消費者センター行きじゃない？ガチで。ガチなやつ。やってんのは多いって感じじゃない？ねえ。どう思います？皆さん、本当に。みんなでなんかさ、労働組合でも作りますか？労働してねえけどな。とりあえずあと3人か、2人か。楽勝や。あ、これさ、これジェットコースター乗らなくても、このレールの上めっちゃ強いの。ここで行きましょう、レールの上で。もう敵どこにいるかわかんないけど、ボットかもしんないからね。え、嘘じゃん、危ねえし！俺に任せとけ、アルパパに任せとけ。文句があるなら、俺に言え。
くだらないライムはボッカレバって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country ホログライスステージも淡いな。